ブルーロック、馬狼照英のヒールリフトのやり方、ヒールリフトで潔を抜き去る馬狼、まさにキングですね。ヒールリフトのやり方を解説していきます。ヒールリフト、ボールを挟んでかかとで浮かせる技。1、ボールの前に踏み込む。2、後ろの足で巻き上げる。3、踏み込んだ足のかかとで蹴る。まずは上に蹴り上げてみましょう。最初から最後までしっかりボールを見ることがポイント。ボールを見ることでミートしやすくなります。次は前に進みながらやってみましょう。巻き上げを少し前に意識すると、蹴り上げた時に前に浮きやすいです。キングの技だけど簡単なので、ぜひやってみてね。キングイズバーク、また見てくれよな。ブルーロック、馬狼照英のチョップのやり方。馬狼の覚醒のシーン、このシーンめちゃくちゃ好きです。このシーンの技、チョップのやり方を解説していきます。チョップ、逆足の後ろを通してインサイドで切り込む技。キレのあるターンがポイントです。インサイドで蹴る瞬間に逆足を上げる。そのスペースにボールを通す。そしてこのシーンに注目。連続チョップ、稲妻ドリブル、左右の素早いチョップ、逆足も鍛えてどちらもできるようにしよう。次回、潔狩り、味方を狩ります。